まず封入する文書と封筒をセットします。テストボタンを押します。封緘なしで作成されるので正確に封入されていることを確認します。次にスタートボタンを押します。文書がシートフィーダーから引き込まれ紙折り後封筒に封入されます。1時間で最大3500通と高速で処理されます。メイン文書に加え、案内文やチラシなどを追加したい場合、まず封入する文書2種類と封筒をセットします。テスト動作確認後、スタートボタンを押します。文書2種類がシートフィーダーから引き込まれ、紙折り後、封筒に封入されます。リレイ4500は紙折り作業のみも対応します。文書2種類をセットし、テスト動作確認後にスタートボタンを押します。紙折りモードで処理します。文書2種類がまとめ折りされた状態で排出されます。A4 文書の他に、返信用封筒などのインサート同封物の封入も可能です。まず、封入する文書2種類、インサート同封物、封筒をセットします。テスト動作確認後、スタートボタンを押します。文書2種類とインサート同封物が封筒に封入されます。同じトレイから複数ページを封入することも可能。また、名寄せ機能を使うと、文書についたバーコードを読み取ることで、宛先により封入枚数が変わる場合にも対応します。封入する文書と封筒をセットし、テスト動作確認後にスタートボタンを押します。センサーが文書上の二次元コードを読み取り、明細書の枚数が異なる場合でも、正確に名寄せ封入処理が可能です。
名寄せをしているので、送り先ごとに封入される書類を変えることができます。